これが和裁着物専用のアイロン、コテと言います。構造としては、使い方としては、まず電源スイッチですけれども、このコテ着物専用のアイロン、和裁専用のアイロンはコンセントに、こういうように、これ何て言うんでしたっけ、コンセントにこう刺したり抜いたり、こうすることによってスイッチのオンオフ代わりにします。またはこのように、スイッチがついているコンセントですね、これにこのスイッチを入れたり切ったりすることによって、普通の家電製品のスイッチオンオフの代わりにします。この状態でスイッチオフ、スイッチオンにすると、このコンセントの場合にはここにライトが点灯するようになっています。そして、この胴体の部分、この部分がヒーターになっていて、この部分がサーモスタットですね。サーモスタットになっています。このコテの温度は、この正面のこのサーモスタットですね、これを、こちら側、左側にすると低温が維持されるようになって、そしてこれを逆に右側にこう持っていくと、今度高温の状態が維持されるようになります。私は通常、真ん中の位置、書いてはいないですけども、この中の位置、中ぐらい真ん中の位置の温度設定にしています。そして、通電するとやはりここにランプが点灯するようになっています。そして、使い方とすれば、まずこの部分が、普通でいうアイロンの本体になります。で、なんで2丁あるかというと、2丁というか2本このようにあるかというと、この固定の本体部分ですね、実際これで、布に、生地にアイロンをかけるんですけれども、これ自体にはヒーターが入っていないので、やはりこのように外にずっと出しておくと冷えてしまいます。だから1本はこのように刺しておいて、もう1本でアイロンをかけて、で冷えてきたら、これをまた本体のヒーターのところに差し込んで、またこのように新たに、冷えてしまったので、もう少し高温、熱い状態のアイロンをかけたい時には、今抜いた、温めておいたこの柄でアイロンをかけるようにします。この繰り返しで、一定の温度でアイロンをかけることができます。なので、一丁立てのこのコテもありますけれども、私はこれが2丁立て2本あった方が、温度の、調節がしやすいと思います。そして、ちょっと何て言うんですかね、微妙な温度でアイロンをかける、コテをかける時には、例えばこうやって一旦このお釜の上に置いておいて、ヒーターの上に置いておいて、また使いたい時にこう抜くと、そうすると、微妙な、どちらかというと低温ですけれども、状態でアイロン、このコテを使うことができます。もう少しもっと微妙な低温域での、アイロンをかけたくて、でこう抜くのが遅れて、これがなかなか冷ますのに時間がかかると、でもすぐに、ぬるい、少し低温のアイロンをかけたい時には、この文鎮ですね、この文鎮をこういうふうにしてコテにこう当てて、でアイロン、コテの温度を冷まして、生地にアイロン、コテを当てることができます。
こうすることによってこのコテに、コテじゃない文鎮にコテのこの温度が奪われますので、このコテの温度を下げることができます。あとはですね、このコテの後ろにずっと映っているこれ箱、普段はこの箱にこのコテを入れて自分は使っています。なんで、このコテ釜ですね、これをこの箱に入れるかというと、まあ大抵ですね、このコテというのはこう手を伸ばして届く範囲にいつも置いておくので、ということは普段着物とか服を縫っている時に、もうその着物の生地のすぐ近くにこの釜があるわけで、じゃないと手を伸ばして届かないとなると、わざわざそこまで歩いて取りに行かなければいけないから、そういうのは非常に仕事としてはしづらいというか面倒だから、大抵はこれを手元に置いておくと思うんですよ。だからそうするとですね、まあ注意はしていても、何かの拍子にこのコテの周り、ここですね、この映像だけでは分かんないと思うんですけど、結構これ熱いんですよ、触ってると。まあ勇気がある人はこれをずっと、まあ1、2分でもいいから触っていると絶対やけどになる、そのぐらい熱いですから。そうするとここに、反物縫っている生地ですね、が何かの拍子でちょっとしばらく触れたままの状態になっていると、そこが焦げちゃったりします。そうすると、まあ、放火魔ということになってしまうので、自分がそれではちょっと困るので、この固定に生地が触れないようにこの箱の中に入れて自分は使っています。で、これはアマゾンでですね、買った小物入れですね、小物入れの一部、ここにこう、まあ自分は不器用なんですけども、なんとかこの日曜大工セットを使ってこのように穴を開けます。で、ここからこのコンセントのコードが差し込めるようにしました。ちょっとやってみます。まずこのコンセント、これ抜いて、でプラグを抜いて、これをこの箱の中に入れます。と、ここに、差し込みプラグが見えますので、差し込み口が見えますので、ここの穴から電源のこの差し込みコンセントを入れて、ここに差し込むと。このようにすると、たとえこう縫っている時に何かの拍子でこのコテ釜の近くに、縫っているこう品物がこう触ってしまっても、ここにワンクッションありますから、この箱の外側はそんな触ってても焦げるような高い温度にはなっていないので、万が一の時のトラブルに備えられるので、自分はこういう木箱の中にこのコテを入れて、コテ釜を入れて使っています。で、あとは先ほどこうちょっとコテを出しっぱなし、少し冷ます時なんかもこうやって箱のところにこのように置けるので、わりかしこういう箱があった方が便利だと思います。次に、このコテを使う時に、まあ、あった方がいい道具として、先ほどのこの文鎮ですね、冷ます時、まあ、あれは文鎮本来の使い方というよりはかなり、まあ、ちょっと変わった使い方ですけれども、こう品物をこう押さえる時のこの文鎮と、この下にあるアイロンマット、このコテ釜とコテと文鎮とこのアイロンマット、これは、まあ、3点セットだと自分は思います。で、あとこのアイロンマットですけれども、このピンク色のとこですね、ピンク色のところは実は、
アイロン滑りという機能が加わっていて、この矢印方向にこのようにコテの柄を滑らすと、非常にこのコテの滑りが良くなります。これは確か、まあネットで買ったんですけれども、自分はヨドバシカメラのヨドバシ .com のサイトで買いました。あとは、ここからはまあこのコテ本来の使い方としては、まずですね、織りをするときですね、この生地に織りをつけるときに、このコテでこのようにコテを当てると、もう生地に織りをつけることができます。こういうように当てて、織りをつけることができます。このコテの、当て方ですね、これも私が教わった上野先生のところでは、3年はかかるというので、まあ和裁教室に通われる方は、まあ、3年は通わないとこのコテが上手に使えないというのは、あのこちらの、まあ、何だろう、セールス トラップ罠ですけども、まあこのように織りをつけたり取ったりするときに、普通のですね、普通のアイロンのように使う使い方が一つと、あとは、着物の場合には縫い代ですね、縫い代を、詰めたり伸ばしたりして加工することがあります。その時にやはり、まあ詰めるということはあんまりないですけど、伸ばす時などはこのように分針を、自分は右利きだから右側に置きます。そしてこのコテでコテを持って、で左端こっち側ですね、こっち側を持ってちょっと引っ張り気味にして、こうコテを当てると、わかりますか、この波打っているのが、このようにこの部分、今コテを当てて伸ばした部分なんですけども、このように生地を伸ばしたりする時にもコテは便利です。あとはこれは普通のアイロンではなかなかできないことというか、アイロンは使わないでする作業ですけれども、印付けですね、この場合でしたらヘラ代わりにこのコテを使うのをコテベラと言います。このように、まあ、物差しでこう、この耳から、例えば一寸のところにこう物差しを基準点として当てて、ここにこのコテで印をつけると、普通使っているヘラ代わりになります。ここのちょっとこのエクボみたいにこのへこんでいるところ、これが今コテでした印になります。普通ですとこのようなヘラを使ってする印をします。このコテベラを使わないんだったら、このヘラを使って今みたいな印をします。このように普通はまあこういうヘラを使って印をするんですけれども、このコテベラでも印ができますし、どちらかというとこのコテベラの方が印としては強くつくので、デリケートな品物について言うと、向いていないかもしれない、非常に嫌う先生方、和裁師さんも多いです。さらに、嫌いな人にとってはとんでもないことだと思いますけれども、自分はよく通しベラを、このコテベラを使ってすることがあります。実際和裁の実演ビデオなんかでもそのシーンをよくこう撮っているんですけれども、まず物差しですね、これはあのプラスチックじゃなく竹製のもの、熱を持っていますので溶けてしまうので、プラスチックだと、だから、この竹製の、物差しにこのコテを当てて、このように線を引く。
縫い目の印ですね、なんかをこのコテベラというんですけれども、通しベラをこのコテを使ってします。そうするとここに線がつきますし、さらに、この間撮った、一人の裾向けの動画の時にはこの線を引いてるところをさらにもう熱で織りがついてますから、このように織りをつけると、このような使い方もすることがあります。あとは、これも一重の着物を縫ってる時の動画にあげたんですけれども、脇の地の目を下げる時、このように、バイアス方向に生地を引っ張って、これは結構珍しい使い方だと思いますけれども、コテをこう下に置かずに、アイロン台の上に置かずに、手に持った状態でこのように縫い込みを下げていく、こういう使い方をするときにでもこのコテはとても便利です。これが和裁専用というか着物専用のコテになります。現在は、滝井電機さん1社のみの製造で、しかも、生産規模もだいぶ縮小したので、かなり貴重な道具だと思います。だと思うというかなってしまいました。以上が、普段使っている状態ですね。この木枠の中にコテ釜の本体を入れて使う、滝井の和裁裁縫後って何ですかね、着物用の和裁用のアイロンコテになります。